司ちゃんはさすがに寝てるよな。僕ももう倒れそう。これは横になったら秒で寝ちゃうな。司ちゃんを起こさないようにそーっと。お帰りなさい。司ちゃん起きてたの？なんとなく眠れなくて。なんかごめんね。大丈夫。本当にお疲れ様。布団敷いててくれてたんだ。ありがとう。それじゃおやすみなさい。司ちゃんからキスしてきたの初めてかも。今日はそっちの布団にお邪魔してもいい？じゃあお邪魔します。お休みのキス、まだマサ君からしてもらってない。僕からキスしてほしいの？今日は一日旦那様と離れ離れだったから、もう少し甘やかされたい。破壊力！僕も司ちゃんと離れ離れで寂しかったよ。どれくらい？これくらい。これはひょっとするとチャンスなのでは。僕たちは夫婦だし、別に気兼ねすることは。旦那様、ギュッてしてほしい。司ちゃんは本当に可愛いよ。大好き。寝るわよ旦那様。おやすみ司ちゃん。司ちゃん、おやすみのキスは。だからそれだとまたその